ようこそ高橋ファミリークリニックへ、はい、先生今週もよろしくお願いいたします。さて約1ヶ月前になりますが、はいはい、4月に学会に行かれたんですよね。そうですね、日本医学会総会に行ってきました。日本医学会総会なんですか。そうです、はい、どういった学会なんでしょうか。はい、私は糖尿病の専門医なので糖尿病学会とかはよく行くんですが、はい、そうじゃなくて医学会、内科も外科も全ての科も入れた全部の会です。全部の会です、ね、じゃあいろんなことが学べると思うんですが、もう本当に親っていうようなこといっぱいありました。じゃあその中でも先生がびっくりしたこと、はいはい、ためになったことを教えていただけますか。はい、未病予防ですね。未病予防、はい、なんかあんまり聞き慣れない言葉なんですけど、はい、未病っていうのは病気になる前のっていう意味ですけど、未病の予防ですね。はい、これ詳しく言うと実は漢方用語なんですけども、はい、今我々は例えば糖尿病専門ですから、うん、糖尿病とか高血圧とかそういう病気になる前の段階で病気を予防しようというものです。うん、で例えば糖尿病、まあ、糖尿病よりも例えば肺だとかですね、はい、心筋梗塞とかはタバコが原因だと。だからそのタバコを心筋梗塞とかならんためにもタバコはやめましょうというのが未病予防です。うん、よく言われますよね。はい、でもタバコ吸ってても大丈夫な方もいらっしゃいますよね。そこがまた今回今回の学会で面白かったところで、実は私の外来でも言いまして、タバコやめましょうって言うと、何言ってんだよ先生って、うちの親父はこんだけタバコ吸っとったって心筋梗塞にも何もならなかったんだ、だから吸っていいんだっていう方が実はいるんですが、うん、そこで、まあ、私もちょっと、うん、そうだねと思って引いてたんですが、実は今回の学会で、うん、その先の先生医療という話ができまして、先生は先に行く、生成生ですが、はい、これ先生講義の先生というのがあるんですけど、先生医療という言葉が出てきました。はい、で先生医療というのは、まあ、簡単に言うと、今までの未病予防というのは集団的な予防だったんですが、先生医療というのは個人個人に対してオーダーメイド化して予防していくというのが、まあ、一般的な話です。集団的というとどういうことなんですか。集団的というと、さっき言った例えば心筋梗塞になるにはタバコが原因だとか、まあ、一般的なその全体 の、 その統計学的な話です。はい、じゃあタバコが絶対ダメじゃなくて、ね、統計学なので、はい、比較的タバコを吸うと良くないという、はい、でもこの今お話しいただいた先生医療っていうのはオーダーメイドなので、はい、その人その人に合った、はい、医療なんですよね。ここがまたその、はい、びっくりするところなんですが、うん、要は今遺伝子が分かるようになって、はい、実は糖尿病の遺伝子もある程度分かるようになり、あとアルツハイマーですね、認知症の遺伝子も結構分かるようになって、うん、ですからあなたのこの遺伝子だったら実はアルツハイマーこれぐらいの割合でなるよ、うん、で実はアルツハイマーは今先のトップ、認知症ですね、うん、トピックスなんですが、実は認知症になるには糖尿病がになると、2倍の発症率が出る、アルツハイマーですね、あと教育が不足しているとなる、うん、あと運動が不足しているとアルツハイマーになるということが言われています。うん、ですから一般的なことじゃなくて、要は例えばその遺伝的なこと、この人の、うん、あなたは遺伝的な素因でそのままだと、またタバコの話に戻りますけど、うん、タバコを吸ってると 60% の確率で心筋梗塞になるよと、あなたの中であなたに対してはこういう形のパーセンテージになりますよってことが言える時代になったんですね。うん、だからタバコ全体に吸ってるといかんようじゃなくて、うん、じゃああなたの親は心筋梗塞になったでしょ、うん、遺伝子調べたらこんな風でしょ、あなたは糖尿病だから心筋梗塞になるでしょっていうふうに、個々の人に対しての予防ができるような時代になったと。それを先生的に攻撃して治してやれっていうのが今回の先生医療ということで、実は私も知らなかったんです。そうなんですね、日本でも3年前ぐらいからこの言葉が出てきたらしくて、うん、やっぱり医療の進歩だと思ってますね。はい、でも最初にねオーダーメイドと聞いて、はい、どうやって調べるのかなと思ったんですけれども、はいはい、遺伝子から調べれば、はい、
かなりの確率で自分のものが分かるわけですよね、はい、ただその確率を今上げようとしていろいろ調べてるんですが、うん、もう例えばこの遺伝子を持ってたら 100% になるとかそこまでは分かってないです、うん、はい、ただ統計学的な今までの未病予防よりはずっと確かな予防ができるわけですね、はい、断然違う予防なので、はい、ですから今後は本当にオーダーメイドの先制医療という時代になるんだなと思いましたし、ある意味では自分が勉強しろという時代になったんだと、あ、はい、まあ、僕はよく言いますけど自分の身は自分で守るということを言うんですが、うん、まあ、その時代が本当に来たんだなと思ってます、はい、じゃあよくねタバコがダメだからとか、はい、やめなさいって言われて逆にそのタバコをやめることでストレスになっちゃったりすることもあるんですが、はい、そうなんですね、その方の遺伝子がタバコは大丈夫と出れば、はい、まあ、100% ではないんですが、はい、そのストレスかタバコかと考えたら、ね、自分で選択することも可能なんでしょうか、はい、もちろんそこからの先は選択とおよび、まあ、そのかかりつけというか、はい、先生との話ですね。で実際タバコをやめるとその反動で食べる、うん、食べてしまうことが結構多くて、はい、私糖尿病の患者さんはいっぱい禁煙しろって言うんですが、はい、禁煙した結果先生食べちゃう食が出ちゃってどうしてくれるんだっていうような話もあって、結局タバコをやめるっていうことがこれ今までの未病予防ですが、じゃあそれがその人にとっていいのかっていう話になると何言ってんだっていうことになりますので、うん、まあ、そのあとタバコは、まあ、タバコの感染力ですがタバコを捨てそろそろなくなるんだ、うん、そのことも非常に大事なので本当にオーダーメイドということがこれぞという時代になったと、まあ、同じことを繰り返しちゃいますがそういうのが先生流だと思います。やはり先生医療を知ることも大事ですし、はい、その上でやはり信頼できるかかりつけのお医者さんに相談して、ね、はい、自分でも考えながら予防していくことが大切ということなんでしょうか。本当にそう思いますね、うん、自分の身は自分で守るです、はい、はい、自分の身は自分で守れ、ぜひですね信頼できる高橋ファミリークリニックに皆さんお越しいただきますようお願いいたします。よろしくお願いします、はい、先生今週もありがとうございました。ありがとうございました。